おはようございます、こんにちは、こんばんは、ポネヨです。ドラゴンクエストビルダーズ2実況始めていきたいと思います。この前回終わってから武器をね、みんなに渡すということをしましたね。銅の剣持ってた子に全部鋼の剣を渡しました。でそして拠点の改造、広いみんなが寝れる部屋と、でここに食堂みたいなのを作って、でここはなんかむき出しの作業場で、ここにお風呂とトイレなんかね、こうみんなに見られながらってなっちゃうだろうけど、もうね、どうやったらね、綺麗にこう敷地が使えるか分かんないやと思ってこうなってます。でここにね、あの魔法研究所移動させて、で作戦会議もここにして、農場もこんだけこじんまりとしてます。超こじんまりとしてます。でもっとね、広くなればね、拠点がやっぱいろんなの作りたいなと思います。じゃあ今日は戦闘からスタート。シド戦おう。このよ、鐘の音につられやがったか、ハーゴン軍の連中がやってくるみたいだぜ。今まで感じたことのない気配もある。どんな奴らが来るのか楽しみだな。どうだポネ、戦いの準備はいいか。頑張るよし、どんな敵が攻めてこようか、俺が残らずぶっ潰してやる。さすがシド、おお、かっこいい、頼りになるね。最後のポネ、俺は今暴れたくて仕方ない。そんなになんかあれなのか、ストレス溜まってるのかな。うん、まあそうだね、自分の戦い方ね、否定されて強い強いのにって思ってるからなおさらだよね。ゲ、魔法使ってきてんじゃん。これ戦わなきゃいけないやつじゃん。踏みダメージ来ないかな。踏みダメージ踏んで、みんな向こうに行くんじゃない。踏ませろ。なぜ罠に踏ませるんだ。みんなあれだな、あそこの出てくるところにあのトゲワノ置いとくっていうのも結構有効な策なのかもしれないね。こっちの方じゃなくって、あそこに、ほらみんなおいで、おい。ダメだね、やっつけた。強いな。罠なんかいらないんじゃないの、もしかして。私だけじゃない、罠って言ってる。みんなの自力で倒せるよ。すごいな、レベル上がった。うん、何か思いついたかな。新たなレシピをひらめいた。鋼の盾、おう。今の盾とどっちが強いんだろう。バトルコンプリート。イエーイ、かわいいね。相変わらずこの二人のコンビ見てると癒されるなハーゴン軍の連中を倒せたな。いつも以上に手応えがあったぜ。シドさん、あなたの戦いぶり感動しました。これからはあなたについていきます。兄貴と呼ばせてください。なんだって、兄貴だって。ははは、聞いたか。やっぱね、お、こいつら俺の強さに惚れたらしいぞ。兄貴とか言うのは気持ち悪いが、ついてきたいなら好きにしろ。悪い気はしてないみたいだね。それはそうと、敵の中に強力な魔法攻撃を仕掛けてくる厄介な奴らがいたね。あれは妖術だ。奴らの魔法は今ある城壁もディーンバリアも飛び越えてきてしまうね。完全にビューンってバレーボールみたいな感じになってたからね。奴らの魔法を防ぐためにも、そろそろ城門を作らなければなるまいな。敵の攻撃で城の一部が破壊されてしまったの。じゃが案ずるな、今やわしらとてビルダーじゃ。城の壁を修復する上しばし待っておれ。そんな壊れてたんだ、私が気づいてなかっただけで。できた？できたみたい。さあアネッサどこ行くの？みんな揃ってここで止まってるね、なんでか。
そう、城の壁を越える魔法を放つ敵も現れた。そろそろ本格的な縄文作りを進めたい。縄文があれば攻撃を防げるだけではなく、守りを固めながら敵を攻撃できるだろう。そうだね、サポネ、まずは防御と同時に攻撃もできる縄文の設計図を書いてくれ。おお、もうすごい設計図書くの。もしかして縄文ってどんな感じ？早く早く私見たい。そこに書くのか。でかい、でかい、すごいな、すごい、すごいすごい。いきなりこんなでっかい建築するんだ。いいね、これはすごい。縄文の設計図が描けたのだな。強固な門だけでなく城内から攻撃できる大弓もあるとは。これでハーゴン軍を迎え撃てるだろう。でもこれだけの建物をポネだけで作るのは大変だ。早くも僕らの出番が来たね。本当だよ、建築はビルダーになった。僕たちに任せてポネには建材集めを頼みたい。建材集めを頑張るのか。今まで大きな建築をするときは仲間たちが建材集めてくれていたのって。うん、自分で集めたことない。すまないが僕たちはビルダーとしては未熟だ。建材集めは君にお願いしたい。そういう制度なんだ。収納箱に城の壁やその他の素材を入れてくれれば私たちも建築を手伝います。まず大理石を集めて城の壁をどんどん作ってください。城の壁はざっと800個必要です。800か、すごい量だな。作業台で見れば確認できるようになっています。お弓や鉄の縄文を収納箱に入れてくれれば私たちも置けますが、ポネさんが置いてくれてもいいですよ。とにかくこの建材がなければ僕たちの建築は止まってしまう。君は建材の供給を気にかけてくれ。縄文の完成がブンブルク城の再建につながるだろう。すまないが私はビルダーではない。建築は君たちで進めてくれ。アネッサ、さすがだな、貫いてるな。でってことはこれを取り出してこういうことだね。直接入れられない、はい、こうしてたらやってくれるのかな。さあ、じゃあ必要な素材調べて入れていこうか。作ってこれも向こうに置いとこう。外に置いてても平気かな。置けません、罠で置けません、置けませんこの隅っこに。これだけ作ってるの。本当5個大弓から作るっていうあたりがまた夜になっちゃった。なんか本当いつも夜だな、いつも夜になっちゃう。で、これ縄文に1個、で、これが1個に OK。 なんか、私のところ守ってくれてるね、この人。めっちゃ守ってくれてる。私がこの、なんていうの、材料作ってるの警護してくれてると思ったらどっか行った。仕事なかっただけか、サボってただけか悲しみ。私守ってくれているっていうのは勘違いだった。はい、はい、城の塔がないよ。それはまだ作ってないもん。足りるのかなこれ。また取りに行かなきゃだね。けど結構ガンガン取ってきたからあるにはあるね。一番最初の時にも大量に取ってきたんだよ大理石足りそうかな。こんなキャラ足りないかな。なんかもう想像もできないやあ、すごい。だけど早いね、人が多いから。ようじゃない、城の壁がないのじゃ。足りそうだね。多めにこんだけ作っとこう。
まあこれはあともう見てるだけでいいってやつだね。はい、さあみんな頑張れ。私はあれだな、あれ罠、トゲ罠を設置する係した方がいいのかな。この木第一ここでしょ、ここにトゲ罠を置くという作業をしようかな。いけいけ、あれなんか入ってる、壊さないで、せっかく作ったんだから。設計図に城の塔がない？嘘、作ったよ私。誰が持ってたの？誰が持っててんの？しょうがない、私がやろう。あ、自分が持ってた。誰が持ってったって、私が持ってった。これはひどい話だ。一個だけ違う違う違う、逆逆。ひどいな、ひどいな。誰が持ってったって言ってたけど、みんなに、あ、私がしようと思ってたのに、そこ。どこしてるんだろう、みんな。どこが足りないの？あ、そこ？私には届かないや。もうあれだね、コンピューターの方が、有能だね、ビルダーとして。
どこに置くの？お、置いた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 。うん。でしょ、ここしか届かないからここに置いた。お、できたできた、完成完成、いったん。ムーンブルク城再建しよう、ミッション達成、やったね。私見てるだけだった。みんなの仕事の妨害してたね、完全に。塔のあれが足りないとかって言われてたもんね。すごいね、お城っぽくなった縄文ができるだけで。でなんでその上に立ってるの、収納箱の上に。わはは、素晴らしい縄文が完成し、城の形が整ったぞ。これも全部この絵とビルダーになったみんなのものづくりの力だね。縄文の完成で陣地は確保できた。陣地の拡大はここまででいいだろう。これで名実ともにはここは我らの城だ。そしてこの縄文なら妖術の魔法攻撃も中に届かないだろう。他の魔物たちも効率よく撃退できるはずだ。作ってくれたトゲマネディンバリアは敵が侵入した時のために今の場所に残しておくといい。もちろん君の好きな場所に置き直してくれてもいいぞ。それにしてもよくやってくれた。そなたには何でも好きな褒美を取らす。本当王様、褒美なんてどこにあります。この城には食べ物だって足りてないのよ。本当そうだよ、食べ物がない。わっはっは、そうでやったな。これひとまずこれでムーンブルク城の再建はできた。やったね。すごい、このあの辺とかも作っていった方がいいのかな。アネッサ、この改めて礼を言う。縄文作ってくれてありがとう。物の作りっていうのは本当にすごいものだ。君の力も尊敬に値する。だが私はやはり教団の教えは捨てられない、信念を曲げられないのだ。かたくなだな。ふん、また信念か、信念信念、うるさいやつだな。指導の言いたいこともわかる。だがもちろんこれからも教団と戦い続けるために全力を尽くす。君たちの邪魔もしないから安心してくれ。邪魔はしないってどういうことだろうな。さてポネ、強大なハーゴン軍と戦うには頑丈な城にこもって戦うのが上策だ。くれぐれも深追いせず城の設備を生かして戦い続けていこう。そうだね、守りながら。どうした指導、指導がびっくり出さないと珍しいね。さてと縄文もできたんだ。ここを取り囲んでやがるハーゴン軍ぶっ倒そうぜ。あらまあ、迎撃するんでしょ。お前まさか敵が攻めてくるまで待ってるつもりか。たまにはこっちから吹っかけてみようぜ。なんて恐ろしい、敵を挑発してこの城までおびき寄せるんだ。どうだ、準備はいいか。いや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 、ダメだよ。え、しなきゃいけないのっていうことは、ならやるか。ならやるか。ほんと、シド、どうしちゃったの。アネスに怒られるよ。シド、勝手な行動するのは思いつきで動かれちゃう戦争にならないぞ。うるさい貴様、黙ってる。その戦争終わらせに行くんだよ。行くぞ、ポナイ、俺についてこい。すごいな、シド。ご飯だって言って言ったけどご飯ないんだよな。わわわわわわ、すごいな指導、本当に突っ込んでてね。よしポネ、ハーゴン軍の連中を挑発してやろうぜ。親玉もろとも城におびき寄せるんだ。何、どうやるのかだって、まあ見てるよ、うん、どうやって住んでる指導。いきなり突っ込んでたね。おいトロル、ぬが、あやつらはムーンブルクの兵士か。すごい歩いてったよ普通に。全く貴様らはトロいぜ。動きも見た目も何もかもな。やっぱり親玉がトロルだからか、挑発してる。ははは、違うか、親玉が醜く太ってやがるから手下の雑魚どももみんなトロいんだな。わあぐわー、何を言わせておけば。ははは、言ってるそばから歩くのも武器を振り下ろすのもトロすぎてあくびが出るぜ。シドすごいな、怖いよそんなこと言ったら。何されるか分かんないよ。
あ、来た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 じゃん、来ちゃってよ。うわー、あ、同士打ちした。ぐわー、あいつを捕らえろ、城ごと潰せ。よしポネ、とりあえずこんなところだろ、急いで城に戻ろうぜ。ほんと怖いもん知らずだね、しの。はははポネ、見たかよ、あのトロルの顔。これで奴らここに攻めてくるぜ。困るよ、攻めてこられたら。ポネ、シド、リックが来た。どこに行ってたんだ、アネサが探して。おお、この揺れは。おいでなすったって敵だ。もうしれっとしれっとバトルが始まっちゃう。置いてないよまだ、トゲ罠。あ、できなかった、後ろに入っちゃうよ、こんなとこで戦ってたら。多少はあれあるの、もうあるのかな、この、うん、あ、多少やっぱり入ってるの、入ってる、多少だな、だけど。すごい、みんなあれだね、本当に数の暴力だね、人数多いから。しかも兵士だからなんとかなってるっていう。兵器も活用でこれ入ってるのかな。ふいふい、もうよし、解禁切り初めて使った、ちゃんと。倒した倒した、トロルだ、トロルとも戦うの。いやー、潰されんじゃない、さすがに。いけー、いりゃー、ドーン。周りのザコから、ザコから、えいえい。結構やっぱダメージ食らって黄色になってる人がいるね。えいえい、壊されんじゃない、大丈夫かな。怖い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 、よーし、余裕だったね、余裕だった、みんなが強いから余裕だ。コンプリート、ほんとバトルばっかりだな。ははは、トロイトロルの軍勢をぶっ倒せたら、これで城の方には溶けたはずだ。また新手が来るでしょう。指導、敵を挑発しておびき出すなど勝手な行動はするなと言ったはずだ。黙れよ、勝てたんだからいいじゃないか。今回は勝てたんだよ、指導よ、そういうことだよ。勝手な行動は問題じゃが、負ける戦いを繰り返してきたわしらがまさかハーゴン軍に勝てるとは。まあ確かにね、教団を捨てビルダーとなったわしもハーゴン軍に勝てるかどうかは正直半信半疑であった。しかしこれならばいけそうだ、戦い続ける宿命から逃れられるかもしれぬ。ねえ、戦い続けるのは辛いっちゃ辛いよ。わはは、ポネよ、改めてわしからそなたに頼みがある。なんだ今度は、王様。かかがポネよ、王の頼み聞く前に、じゃ壊れた城を修復しようではないか。本軍に勝利できて嬉しいが、固い城の壁を壊せる敵もおったよ。じゃこれは厄介じゃな、壊されたのか、気づかなかったよ全然。トロルとかすんごい勢いで壊せそうだよね。城の壁とかでも拠点がほぼ元通りになった。それこそトロルがあの普通の雑魚的で出てくるんじゃないっていう不安があるんだけど。さてポナヨヨ、 わしはムーンブルクの王として決断したぞ。ハーゴン軍と戦い必ずや勝つとな。しかし兵士や民たちの中にはまだ踏ん切りがつかない者もおるだろう。そこでだ、みんなに戦いの決意を示し、城の中心となるものをそなたに作ってほしい。先ほどの戦いでトロルメがこんなものを落としていた。これを使って何か作れるのか。何何よ、魔法の火種石。へえ、石。わしの希望は伝えよう。あとはそれをそなたが形とし、縄文の下にある目印の場所に置いてくれ。どこ、何を作るんだろう。新たなレシピを広めた。
ロトのかがり火。おお。ここに置くの、ロトのかがり火。うん、どこだろう。火かな、明かり。金のインゴットもあるから作れるね、普通に。ここに置くのか。えい、大きいね。なんか変な方向に置いたな。横っちょ向いてる。置き直したい。ギョエー、これは素晴らしい。これこそわしが思い描いたロトのかがり、みんなのもの見るがよ。多分ね、こっちが正面なんだ。こっちが正面なんだ。ごめん王様、置き直させて。置き直させてお願い。お、あ、雪が溶けた。あんなに降ってるのに雪が溶けたね。すごい。わあ、これはジョーナに降り積もっていた雪が溶けました。これ、モロトのかがり火の力なんですね。その通り、このかがり火があればもうジョーナに雪が積もることはあるまい。やった、それは嬉しい。それに不思議と力がみなぎってくる。体中から闘志が湧いてくるようじゃ。これならあの強大なハーゴングにも勝てるかもしれませんね。あ、戦いを続けるんじゃない、勝つんだ、ハーゴングに。そう、リクたくましいね。リクの言う通りじゃ。ムーンブロックに課せられた戦いの宿命を断ち、この戦いを終わらせようぞ。よし、やるぞ、みんなのもの。これからの目標は打倒ハーゴングである。すごい、みんなちょっとずつ意識が変わり始めている。王様、ちょっと移動させたいな。よくやってくれたの、この絵。これでみんなの心が一つになった。これからはハーゴン軍の撃破こそ目的だ。だがロボットのかかり火はまだ完成しておらん。そうなの、完成には大きな紋章が必要となろう。実は何代もの前の王の時代の話だが、由緒ある王家の紋章がハーゴン軍に奪われたのだ。トロルが引き受けておったのはハーゴン軍の先兵部隊に過ぎ、強大な敵はまだまだ残っておる。そらそうだろうな。いつの日かこの地の総督を倒し、王家の紋章かがり火に掲げればこの地に平和が戻った証となろう。ムーンブルクの全ての敵を倒し、王家の紋章を取り戻す。その日までどうか共に戦ってくれ。わかった王様。さて、そうと決まれば今日のところは寝るとしよう。聖域はことを信じる。本格的な戦いは明日からだ。もしも眠れるのなら、もしわし自らムーンブルク王家の歴史を枕元もっと延々と語っても良いのだぞ。やだだけど初めてなんかこうやって寝るみたいなイベントだね。なんかあるのかな、スパイの会話とか聞けるのかな。あ、プフフ、ロトのかがり引きはなかなかおぞましいものを作ったな。うん、しかしこの世界は所詮偽り、勝っても負けてもいずれ滅びる運命だ。また出てきたね、これ幻偽り。だが教団の手先となれば仲間として滅びの日から救ってやろう。どうだ、悪い話ではあるまい。買収されてる。はい、悪魔神官様のご命令の通りに自分の信念に従って。信念言ってるよ。クフフ、よく言った。では城内に恐怖と疑心を広めよう。そしてビルダーたちの力を抑え込むのだ。スパイだ、スパイがいる。勝つことは許されず、負ける戦いを永遠に繰り返すか。ここが禁断の島っていうのもうなずけるな。それにしてもこの島のやつらやけに死に死にうるさいね。一体何だってんだ。アネサだけじゃないっけ。うんうんって言ってる。そういうものを掲げなきゃ戦争なんてやってられないだと。そうだね、いつやくそれっぽいこと言うじゃないか。ちょっとイラッとしたで、ごめん指導。イラッとさせて。信念っていうのは俺にはわからない。だがポネ、俺はお前を信じてるぜ。私もシド信じてるよ。昨日の戦いでもそうだったが、最近俺は自分の中に得体の知れない大きな力を感じる。お前、ルルと3人で出所祝いをやった時の俺が言ったこと覚えてるか。あれ、殴ってってやつでね。俺に何かあったらお前が俺を思いっきりぶん殴って目を覚まさせてくれ。
俺が信じてやるんだ。俺をがっかりさせるようなことはするんだよな。本当仲いいね、そなたたち。本当に仲が良いなんだって、頭も、まあ、ずっと一緒にいるからね。そしてやはりそなたたちはこの地の人間とは少し違うようだ。わしはあのビルダーの鐘を聞き、多くのことを思い出し、そして知ってしまった。いいことも悪いことも何を思い出したの。そなたたちはこのムーンブルクで大いなる謎に触れるかもしれん。わしにも分からぬこの世界の秘密にな、秘密？おいヒゲ、それはどういうことだ。王様に向かってヒゲって、ヒゲ、このムーンブルク王を捕まえて同じリアクションした。そうなるよね。うん、どうした。あっちから人の声が聞こえるぞ。歩いてきてる。よく聞こえたな、そんな声、小さな声が。行ってみようぜ。行ってみよう行ってみよう。なんか料理されてる。どうした、大丈夫か。ややどうした、リック。あれはムーンペタの兵士では、ムーンペタ倒れちゃう。うん、ムーンペタがハーゴン軍に、この地にも強大な敵が迫っています。どうかご対策を。うわー、すごい魔法だ。よくくらまなかったな、ここにいて。もう これはどういうこと。おい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 、旦那、どこ狙ってやがんねや。自慢のヨナズが外れちまったぜ。はあ、ピンクの猿だ。だから言っただろう、俺様にやらせろって。次は俺様の番だからな。人間ども貴様らを我が10万兵団の獲物としてじわじわと追い詰めて、なぶり殺しにしてやる。キメラだ。すぐに死なれても面白くありません。ムーンペターは歯向かってくるものも少なく退屈していますからね。せめて我ら飛行兵団に全身をついばまれて、屍になるまで生き残っていただかないと。怖いこと言うな、デーモン。いやいや、いや、待って待って、我らデーモン兵団の恐怖を感じることなく、あさり死んでもらってはつまらんぞ。ムーンペターを破壊しきった後は、このムーンブロックを焼き尽くしてやる。嫌だ。順番にってことか。せいぜい我ら三兵団を楽しませてくれ。本当戦いを楽しんでるんだね、魔物たちは。わわわ、すごい魔法だ。倒れたよ一人。どっか行っちゃった。何だったんだあいつらは。ハーゴン三兵団、噂には聞いておったが、ついに動き出しおったか。三兵団かなんだか知らんが、どうしていなくなったんだ。一気に攻めてくればいいじゃないか。あ、楽しんでるんだよ。うん、このムーンブルックはハーゴン軍の破壊の欲求を満たす場所。やつらは遊んでおるのよ。そうそう、言っただろ、戦争こそ破壊の極地なのだ。勝つことも負けることも許されないと。恐ろしいなあ。ちふざけやがって、そんなもの俺が破壊してやるよって。破壊の神をまた脳内に直接話しかけてきてる。ほんと誰なんだこの声は一体。良い考えです。ここはあなたが動くべき時。誰、指導を洗脳しようとしてるのは。今はものづくりより破壊が必要でしょう。ビルダーもそう考えているはずです。いや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 、違うよ。守りを固めなきゃ。踏ん切りがつかないなら、私が少しだけ力をお貸ししましょう。なんだ本当に。だけどあれだね、私がそう思ってるっていうのをこの人が言ったら、なんか指導が揺らいだってことは、やっぱり指導私のこと大好きなんだ。本当様子がおかしい。なんでもない。やつらが言ってやがったムーンペタというのはどこにある。ムーンペタはここから北東に行った先だが、こっちから出向いて潰してやる。ポネはここで待ってろ。待ってろ、シノの兄貴、我々もお供します。行かなくていいよ。ほら帰っといで、みんな。クシ止め待たしても勝手な行動、困っちゃったね。いかがした、何の騒ぎだ。王様はなんで知らないのこの状況。王様、実は指導と数人の兵士がガクガクしかりか、さっき襲われてたのも知らないっていうことだよね。
わあ、気になる気になるけども、時間も時間なのでここで一回終わりたいと思います。ということで、ドラゴンクエストビルダーズ2実況ご視聴いただきありがとうございました、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします、それではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。こんなやでした。バイバイ。なんかあれだね、こういうところで指導と一緒にいないっていうのがなんかものすごく悲しい、寂しい。